ナッシュビルのパルテノン神殿は、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルに作られた、アテネのパルテノン神殿の原寸大レプリカ。1897年のテネシー州制100周年、記念万国博覧会のために建てられた。現在、美術館として機能するパルテノンは、ナッシュビルのダウンタウンの西部にある、大きな公共公園である、センテニアルパークの中心に位置している。 1990年、アラン・ルクワイアによって再建された、アテナ・パルテノスの像は古代ギリシャ同様、パルテノンの中心となっている。この建物は、アテネの神殿の等身大レプリカである。アテナ・パルテノスの像は長い間不在であったが、学者の綿密な研究により忠実に再現された。胸鎧で保護され、ヘルメットをかぶり、左手に盾を持ち、右手の平らには、 小さな6フィートの2家の像がおり、高さが42フィートで8ポンドの金箔を使っている。また、像の体と縦の間に巨大な蛇を従えている。建物が完成してから古代建築の頂点とされるアテネのパルテノン神殿のモニュメントに施された元の色を推測し、可能な限り近い色で装飾した。 神殿のメインホールの西の部屋の備え付けられたエルギンマーブルの石膏の像は紀元前438年に作られたアテネのパルテノンのペディメントに飾られていたオリジナルの彫刻である。オリジナルの彫刻の他の部分はロンドンの大英博物館とアテネのアクロポリス博物館に所蔵されている。再建された。 アテナ・パルテノスの像原住民以外の白人による入植が1790年代初めに始まったテネシーはノースカロライナの西部地域として急速に発展し1796年南部において第16番目の州となったその後1840年代に古代イギリシア哲学やラテン語教育を取り入れる動きが高まり1850年代までには ナッシュビルが俗称として南部のアテネと呼ばれるようになっていた。その影響か、週の100周年を記念するにあたり1897年の万博開催の際の中心的建築物とする目的でパルテノン神殿を建造した。世界中多くの人々がこれらの美しさを見に訪れている。1897年の万博の中心的建造物であった。 パルテノン神殿により、ナッシュビルの愛称は南部のアテネとなった。万博のほとんどの建築物は古代建造物をもとに建造されていたが、このパルテノンは唯一正確な復元建造物であり、またナイト・オブ・ピュティオスの建物は、万博の後にテネシー州フランクリンに買収され、郊外へ移されたが、このパルテノン神殿は唯一ナッシュビル市により保存されている。 万博の責任者であった友人キャストナー・ルイス・少佐は、テネシー修正100周年の中心的建造物として、パルテノン神殿の復元を提案した。ルイスは他に、ナッシュビル・チャタヌーガ・セントルイス鉄道の土木主任技師を務めていた。もともと漆喰、木、レンガで作られたパルテノンのレプリカは、保存に適さなかったが、取り壊し費用の問題の他に、 住民や観光客に人気だったため万博後もそのまま残された。1895年、ジョージ・ジュリアン・ゾルネーがこの建造物の装飾のモデル制作に雇われた。以降20年間、気候により損傷し、1920年に同じ基盤でコンクリートにより再建が開始され、1925年に外装が完成し、1931年に内装が完成した。 1913年と1914年、パルテノン神殿で、スプリングページェントという大規模な舞台イベントが行われた。500名弱が出演し、鉄道運賃を値下げして、近隣州から観客が訪れた。ナッシュビル全体がこの南部のアテネを祝した。1913年の演目は、ザガイアリゲインドで、当時人気の演出技法で、神話的な物語を披露した。 1914年の演目はザ・ミステリー・アット・タナトスで前年と類似した神話的なあらすじであったがより短くより好評であった。脚本の複製版がナッシュビル市立図書館に保存されている。これらの舞台で監修に最も印象付けたのはそのスペクタクルな演出であった。どちらの舞台も戦車競争から壮大なダンスシーン何千羽もの生きた鳥、 炎などまで幅広くパルテノン神殿をバックにして行われた。美術館にはジェームズ・エーム公安により寄付された19世紀から20世紀のアメリカの芸術家の63点の常設展示物がある。また企画展示のためのスペースもある。別のギャラリースペースでは様々な企画展示やイベントが行われる。夏季には地元の劇団が 背景にこの建物を使用しパルテノンの階段で通常無料でエウリピデスのメディア、ソポクレスのアンティゴネーなどの古代イギリシアの演劇を上演する。他に室内のアテナパルテノスの像の下でメアリー・ジマーマンのメタモルフォーゼスが上演されたこともある。2002年パルテノン神殿は大規模なクリーニング及び修復が必要となり全面的改装を行った。 様々な色のライトで柱をライトアップできるようにし、イベントによって多様な様相を見せるようになった。1975年、ロバート・アルトマンの映画、ナッシュビルの政治集会のクライマックスのシーンに使用された。2010年、パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々でヒュドラーと戦うシーンの背景に使われた。2006年、カシオ・トーン・フォー・ザ・ペイン・フリー・アローンのアルバム、 エチケットの収録曲、ナッシュビルパルテノーンで曲名と歌詞に登場した。2000年、PBS のグリークス、クルーシブルオブシビライゼーションに使用された。2014年10月22日発売の今和の清志郎のアルバム、夢すけスーパーデラックスエディションのジャケットの背景となっている。ありがとうございます。